さあ、旅しますか。お帰りなさいね。よし。我が祭を見よ。バンダイの喝采を聞け。インペリウムの誉れをここに。女の話をしよう。愛を守るとき、女は女神と等しくなる。お前の体が目当てだ、と男は笑った。まるで獣物ね、と女は言った。お前の心は俺のものだ、と男は笑った。ええ、その通りよ、と女は言った。助けてくれ、と男は言った。けだものではまだ足りない、と女は笑った。愛しているのに、と男は言った。ええ、その通りよ、と女は笑った。男女はベールの向こうで一つになる。癒着する肌のように、熱に溶ける氷のように。溺愛を具現する女は笑う。すべてを支配してこそ、真実の愛足り得るのだと。します。これは？なんと。冗談じゃない。
臆するな。信じよ。そなたは余が守る。奏者よ。
奏者よ。伝達します。Thank you.
哀れな私を鐘を鳴らして。しけておるな。ま、思い出の、ほらこっち。早く捕まえて。好きだらけよな。欲しくなるもの根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。我が奏者の力、見るがよい。共に勝利を。期待に応えよう。ファクス帰れすです。星をかけよ。この炎こそ我が情熱、世の独壇場だな。世の独壇場だな。世の独壇場だな。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。世の独壇場だな。見事な采配だった。
余と奏者はイケイケなのだ。また一歩前進だな。
欲しくなるもの。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。宝はあるだけ欲しくなるもの。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。我が奏者の力、見るがよい。怒るぞ。ヤツの邪魔をするでない。レベルアップか。よも嬉しい。任せよ。一瞬に伏してくれる。理由もなく美少女と戦うのは気が引ける。仕方ありません。これはこれでよしとしよう。見ているがよ、期待に応えよう。ヌプティアへの金を鳴らせ。しばし史上を語ろう。告白しよう。余は奏者が大好きだ。ヌプティアへの金を鳴らせ。すみません。もはや敵なしだと思うが。
おはよう、おせっかいのお兄ちゃん。アリスのお願いを叶えてくれたのね。もうお礼を言えない私の代わりにお礼を言うわ。私を集めてくれてありがとう。うむ、誰に言われずとも困っている者のために奔走するのが奏者の良いところだ。しかし、そのざまはなんだキャスター、あれから何があったのだ。さあ、いろんな冒険をしたけれど、結局すべては夢の中。百里の旅も百歩の散歩も同じこと。私は負けたサーヴァント、私はさまようスペクター。どんな出来事もアリスたちには簡単な夢。ああ、でも悪い魔女に捕まってしまったの。意地悪なお友達ができてしまったの。あの子は自分しか愛さない、自分のものしか愛せない。だから他人の心を信じない。まさかこんなひどいことになるなんてね。夢見る自由すら私は剥奪されてしまったわ。貴様を襲ったのはメルトリリスなのだな。自分のものしか愛さない、所有物のみを愛するということか。そう、メルトリリスは人間嫌い。でも動かない人間は大好きなの。そんなメルトに気に入られて、私はプランツドールに早変わり。ひどいメルトのわがままで、私はいろいろバラバラに、彼女のホビーに様変わり。随分無様な転落だったけれど、あなたのおかげで元に戻れたわ。元の、消える直前のサーヴァントに。そんな顔はしないものよ、優しいあなた。アリスたちは元から死に、ふとした弾みで目が覚めるわ。今度こそ悪い夢はおしまいみたい。さよなら、一人ぼっちのあたし。今まで私と遊んでくれてありがとう。
れまで私は3度殺されたわ。本当にかわいそうな私。でもそのうち2回は幸せだった。最後のお願いをちゃんと聞いてくれる人がいてくれたから。1度目は白い病院の中での孤独だったけれど、2度目と3度目はいつもあなたがそんな顔で見送ってくれたから。こっそり盗み取ったメルトリリスの心のかけら。私では意味がわからない、名付けられないものだけど、あなたなら形にできるでしょう。それじゃあおやすみなさい。幽霊だったアリスの声を聞き逃さないでくれてありがとう。主に準じたのだな、キャスター。あれは少女たちの思いに応えるもの。死してまで主を一人にしないとは、見事だ。